はいどうもこんにちは、横川です。今回は前々からちょいちょいリクエストいただいてたステインフェイク、ステイン隠しとも言いますね、このテクニックを紹介したいと思います。それではですね、早速紹介していきたいと思うんですけれども、動画を見ていただく前にいくつか注意点、言っておかないといけないことがありますので、簡単に、説明していきたいと思います。まずステイン隠しとは何ぞやということなんですけれども、ステインとはキラーが発する赤い光ですね、それを、生存者に見えないようにすること、簡単に言うとこうです、はい、でもう少し分かりやすく言うと、生存者にキラーがどちらから来ているのかを分からないようにフェイントをかけること、とりあえず、何も分からない人はこう理解しておいてください、はい、でこれがまず一つ目です。で、二つ目なんですけれども、あくまでもフェイントですので必ずしも成功するとは限りません。以上、この2点を、頭の中に入れた上で、これからの解説を聞いていただけると幸いです。そしてこの動画はまだうまくフェイントが、できない、どういう場所でステインフェイクを使うのかわからないといった方に向けての動画ですので、もうすでにできるよって方は、あ、この人はこんなやり方でやってるんやみたいな感覚で見ていただけると幸いです。はい、それでは早速動画を流しながら解説していきたいと思います。まずはステインフェイクの基本となる動きを2つ、こちらを紹介したいと思います。はい、それではまず1つ目なんですけれども、スライドインタイプのフェイクですね。はい、これは、ステインフェイクの基本形になります。最も成功しやすい、そして見えにくい、反応しにくいステインフェイクですので、しっかりと練習してものにしていきましょう。はい、こんな感じで繰り返し動画を流してるんですけれども、このフェイクはですね、こうやって練習しましょう。まずステップ1、壁に体をつけながら滑ることを意識しましょう。これは、基本的なキャラコンですね、キャラクターをコントロールする上でどのように、キャラクターを動かすのか、こればっかりはですね、実際にキャラを動かしてみないとイメージがつかみにくいと思うので、ひたすらこの滑る動作を繰り返してどんな状況でもスムーズに攻撃モーションにつなげるように練習しましょう。はい、これがなんとなくできるようになってきたら、次はステップ2、ため攻撃の時間を把握しましょう。これが地味に一番大事かなと思います。結局この感覚がつかめていないと距離が足りなかったり、無駄に深く入りすぎたりと、なかなかサバイバーに攻撃が当てれません。そんなことになりかねないので、これはですね、まっすぐ向いてる状態でも練習できるので、自分が使いたいキャラを使ってなんとなくでもいいので、この間合いで、攻撃すればギリギリ殴れる、この感覚を、身につけましょう。はい、次が最終ステップですね。ステップ1とステップ2で練習した、キャラコンと殴るタイミング、これを合わせていきましょう。最初に比べてね、確実にできるようになってるはずです。はい、とまあこんな感じでしっかりと基本の動きですね、これを繰り返し練習しましょう。ちなみに僕は、チュートリアルのところでひたすら木の周りをぐるぐる回ったり、ステインフェイク用の動きを練習してました。もちろんね、中にはそんなことするのめんどくせえわって人もね、いてると思いますので、実践の中で学ぶスタイルもありやと思います。はい。とまあこんな感じでかなり詳しく話していったんですけれども、もう時間がね、長くなってしまいましたね。はい、続いて、バックドアタイプのフェイクいきたいと思います。これは、先ほど紹介したスライドインタイプよりも難易度は少し上がります。で、なんで難しいかは実際にやってみてください。すぐに気づくと思います。理由は、さっきのスライドインとは違ってコーナーがあるからです。で、その分、キャラコンのね、入力が少し複雑になってます。ただ、そこまで難しくて無理やーってレベルではないので、このフェイントもね、キャラコンと間合いさえつかめばできるようになります。で、最後にワンポイントアドバイスなんですけれども、スライドインも、バックドアも僕が殴り始めてるタイミングに注目してください。キャラコンさえできていれば、生存者との間合いに関しては繰り返し動画を見ることでつかめると思います。そして今回はおなじみの小屋で実践していますので、そこそこにしっかりとしたね、生存者さんやったら、バックドアタイプのフェイントをするときに、窓から見られたりと若
干バレやすいです。でももちろんこれはあくまでもステインフェイクの基本形の2つなので、小屋以外でも、使えます。安心してください。はい、ということで基本形の2つの解説をしたところで応用編に移りたいと思います。ここからはよく聞くフェイントを紹介したいと思います。まずは二窓ポジションですね。これはめちゃくちゃオーソドックスなタイプのフェイクなんですけれども、行くふりして帰ってくる、行くふりして帰ってくる、これだけの繰り返しです。はい。で、この簡単な動作にね、サバイバーは結構騙されてくれます。で、個人的には成功率20から30%くらいかな。で、しっかりと動きを見ている人や熟練の方には対面の窓を飛ばれたり、次のチェイスポイントに行かれたりなんてね、こともあるので、チェイスの中で揺さぶりをかけて生存者のタイプをね、観察していきましょう。で、地味にこの観察することはめちゃくちゃ大事なので、次から、ぜひ実践してみてください。少しダウン効率が上がると思います。ちなみに一番最初に紹介したスライドインタイプとバックドアタイプですね、個人的にはジャングルジムの板前待機ならバックドアタイプが、体感 50% 以上で、殴れてるかなと思います。決まるとめちゃくちゃ気持ちいいです。はい、それでは最後にですね、ステインフェイクが決まりやすい場所と決まりにくい場所の説明をしていこうかなと思います。まずは決まりやすい場所からですね。こんな風に、生存者との間に、高めでなおかつ透けない壁がある場所、こういうところはめちゃくちゃ決まりやすいです。逆にですね、こんな風に、少し透けてたりもろに見えちゃってるところはなかなか決まりにくいので、状況状況に応じて使うフェイントを決めていく、そういったことも必要となってきます。で、まあここに関しては、たくさん数をこなしてどこのマップのどの場所が決まりやすいとかを実践の中で見つけていきましょう。と、まあこんな感じで今回は基礎中の基礎の動画なので、次回はステインフェイク集か、ステインフェイクが決まりやすい場所なんかをねピックアップして動画にしてみようかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。もしこの動画が少しでも役に立ったと思っていただけましたら、今後の動画制作のねモチベーションにもなりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。